さて、まあボスも来たわけだが、先に4の X から行ってみよう。水の吹き出る洞窟。あ、青ピクミン顔出してる。青ピクミン、青ピクミン一緒に行こう。水っていうか今背景でさ、煙吹き出してるよね、蒸気を。あれ、そこ立てるんだ。マリオでよく見る仕掛けじゃねえか。この吹き出てる間は大丈夫ってやつ。はい、積んだ。下に行けってこと？ん？積んだんですけど。こっちだ。お前たち行くよ。お前たち完結戦、完結戦。ふう、危ない危ない。回と同時に積んだかと思ったぜ。壊せ。あー、ピクミンたちと別れてしまった。よし、行くぞ。変える。下ある？下あった。あ、これいけるね。ピクミンたちよろしく。まずはカエルを。いや、ダメだ。カエルと戦うと危ないだけだ。無視しよう。サラーサラー。コナンの犯人みたいな影だったぞ。上だ、上。えい、何もいない。ここにいるぞ。びっくりした。勝手なことしないで。マジ怖えから、お前らの、お前らのその勝手な動き。いった。よし、登っていくの。おーっと、やばい、ダイブしてくるか、お前。後ろ一気に行くぞ、一気に。わあ、あちゃっかー、あちゃっかー。よし、ダメだな、うまく乗らないんだよな。あぶんね。安全な戦いを。よし、とりあえず倒した。このルートでいいよね。あっちどう見ても行けそうにないし。ああ、今ので絶滅、絶滅じゃない、全滅した時のね、ためにそこ回復ポイント。さあ入りますよ。わーい、おいしい。こっちじゃなかったな。さらに上。違うね。とりあえずお前たちはそこで待ってなさい。取ってくる。あ、電球だ。白熱灯。ひらめきのサイン。ロマサガだな。ひらめきのサインは。キラリン。で、頭電球でひらめいたって誰が一番初めに考えたんだろうね。
ひらめいた。エジソン、エジソンかな。エジソンは考えたの電球であって、あのひらめいた時に電球が出るを考えた人ではないけど。4体追加。急に画面に出てくるのやめろ。うわー、さらわれ、せめてさらえよ。明らかに抹殺したじゃねえかお前。マップ出してるとわかんねえんだよな。ここは抜けられない、抜けられないね。犠牲が出てしまった。そんな高くなかった。オリバーさんやってくる。ふう、ショートカット開通。ここもあんね。よっ、わあ、そんないるものではないが、結構ね、お別れしてる。一度合流しよう。いた。あ、この下か。まだ足りないの？どこ行ったの？あー、もうわかんねえよー。お前ら勝手すぎるんだ。お前ら勝手すぎるよー。よ、ヨーヨーだねこれ。どっち、スーパーヨーヨー、ハイパーヨーヨー、どっちでもない。ギブ、そしてテイク。ギブアンドテイク。上のあそこも気になるけどな、どっから行くのかわからないし。これね、ほんとこいつらすぐどっか行くの、どうにかしてほしいな。あれ、おかしいな。あそこの右奥アイテムでこうだから、戻る道が正解なんだ。でまたここ戻ってきて、お前だよ、こう後ろ見えてたね、よく見ると。で降りて、あーこいつら本当めんどくせえ。降りて、入って、でここからどう行くかだよね。わざわざ戻ってきたんだから上なんだろうね。ほら上になんかあるし。でここで降りて、よし。あ、一応新しい場所か。か弱い生物、ピクミンより弱い、か弱い生物出てくる途中でも抹殺。全部ついてきてるか。ん、ここは通れないんじゃないかい。10点出ろ、10点出ろ。ん、詰まっちゃった。おいまさん、詰まっちゃったよ。やめて、痛い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 。死ぬかと思ったぜ。特に敵はいない。
途中に出たあの電車の客席かな、攻撃できない蜜が邪魔で。はい、脱出。早く来なさい。上がってきた。びっくりした。ドンキーコングかな、このプレイ。次上がってきたら殺そう。まずは左から。挟まれる。お、恐ろしい。いいか、やるか。こんだけいたら倒せるだろう。回収。どんだけの窓。正面から戦え。ダメだね、やっぱ余計なことはしちゃダメだね。もう今回はすでに犠牲が出てるから、割と適当プレイだけど、みんなも犠牲は出さないようにね。はい、グリアット。もう一回行ける気が。マップの右がちょっと空いてるんだけど、ダメだ、出しちゃったら無理。あの奥あったっぽいな。まあいっか。いやー、ピグミンね、パーフェクト狙ってね、すごい大事にプレイするけど、一匹でも食われた時点でどうでもよくなる。はい、これよくあること。ひらめきの際、ギブそしてテイク。どんだけの窓。あららら、ら、原生生物は出なかったようだね。今回はお宝だけだよ。ひらめきの際、ある時私の似顔絵を描いていた息子が悩んでいた。何か足りないと言いたけに。すると息子の顔がパッと明るくなり、キロリン。ペンを手にガシガシと描いていく。みるみる頭の上の髪の毛が増えていった。息子は満足そう。しかも私もう嬉しかった。まだハゲてないんだって、ね、社長はもうダメだけど。ギブそしてテイク。人間は一人では生きていけない。誰かのために働き見返りをもらう。私も仕事をしてお金をもらい妻が喜ぶ。社長でさえ奥様のために働き、奥様からきっと愛をもらっているはずだ。そうやって世界は回っているのだ。あれ、ピグミンが物欲しそうな目で私を見ているような。何もあげられるものないんですか。愛だよ。どんだけノーマッド。私はベテランパイロットとして多くの時間を宇宙で過ごしてきた。そしてたまに今日のよう、今回のように帰りが遅くなる。でも私は家にいたい。犬と遊びたい。息子や娘と仲良くしたい。しかし妻はどこで何をしててもいいけど、お金はちゃんと稼いでねと。だから私はなかなか帰れないのだ。まさしく ATM である。寂しい。この長谷園のお茶漬けチックなカラーリング。